どうも皆さんこんにちは、レイジーチャンネルへようこそ。前回144分の1コアブースターのリベンジ制作が謎の秘密結社の企みにより一転、その舵をチャレンジ制作へと切ることに相なったわけですが、今回はその続きとなります。果たしてレイジーの運命やいかに。まずは恒例の前回うっかり説明し忘れの補足から。コアファイターを回収します。機種が挟み込み接着なので塗装時のことを考えて後はめ式にします。加工は機種両脇の1ギメピンを切除するだけです。キャノピーフレームを再現します。プラストラクトの 0.3×0.5mm のプラ角材を使ってフレームを再現します。ここは伸ばしランナーを使っての製作でもいいかと思います。はじめにフレーム接着面を平滑にしておきます。瞬間接着剤で部材を接着していきます。一辺を固定したらその次の一辺を接着という感じで後部のフレームを製作。続いて前後をつなぐフレームを接着という流れで一周製作します。余分をカットしてヤスリで整えてやれば完了です。垂直尾翼を再現します。まずはコックピット後方のフィン状の部分が分厚いので薄く削り込んでやります。赤い部分には本来垂直尾翼が格納されているのですがオミットされているので再現します。ガイモテープや筋彫り用ガイドテープを貼り付けてガイドにします。前方のフィンに合わせて 1.2mm のタガネや彫刻刀で溝を彫り込み格納部分を再現します。 1mm プラ板を幅 2mm、長さ約 1cm で切り出して格納された垂直尾翼を製作します。切り出したものを接着、成形します。成形終了後、本体に合わせてカットします。本体の垂直尾翼が干渉する部分を削り込んで、干渉しないよう調整します。これは製作した尾翼パーツに現物合わせで行います。場合によっては尾翼パーツ側の調整も必要になるかと思います。問題なく脱着できるよう調整して完了です。コアファイター取り付け時、全体的に長すぎる印象を受けたので、スラスター部分のパーツは使わず、取り付けるための突起部分を切り取ります。後部エンジン取り付け部分を切除します。ここはいつも通りエッチングソーなどで切断後、ヤスリで成形します。全体のバランスを確認して、問題なければ完了です。機首先端に穴が開いているので、光硬化樹脂にて埋めておきます。また今回うっかりミスでコアファイター単体の機種との半々を接着してしまったため、ランディングギア用の穴もあるので埋めておきます。オリジナルの筋彫りを一度深く彫り直して墨入れをしやすくしておきます。パーツの取り付けられ方や入り組み方を意識して筋彫りを入れる方向を考えながら彫り込みます。同時に追加の筋彫りを行い情報量を上げておきます。デカール張り同様、センスが出る工程なので非常に苦手な作業の一つです。ガイドテープやダイモテープを貼り付けてタガネなどで彫り込んでいきます。最初の数回はずれたり曲がるのを防ぐために軽くなぞるように彫り込みます。ある程度当たりがついたらしっかりと彫り込んでいきます。ダイモテープは中央で半分に切断することで実質倍の長さ使えるようになることと、ハスに切ることで接着面の確保、少ない接着面への考慮で力の入れすぎの抑制効果などがあります。今まで不具合は特にないのでおすすめです。全体に筋彫りを施して完了です。
追加工作として HGUC 版のコアファイターへの乾燥工作を行います。スケールは同じ144分の1ですが若干小さいので一度仮合わせして検討してみます。まずは主翼をエッチング層などで切断します。主翼格納部と形状が一致しません。若干長さも足りないようです。ウィングレットが厚く一回りほど大きすぎるようです。全体的な印象はオリジナルに比べて少し小さいですが、これはこれでありかなと思います。ちなみにコアファイター本体というより機種部分の大きさがかなり違います。オリジナル同様機種の温め化を行います。こちらもオリジナル付属のコアファイター同様位置固定用のピンを切除するだけです。主翼ウィングレット部分を一回り削り込んで小型化します。また主翼内側を薄く削り込んで本体上面とつら位置になるよう加工。側面部分が短すぎて隙間ができてしまうので 0.5 ミリプラ板で塞ぎます。オリジナル版同様に垂直尾翼再現やエアインテークの彫り込みなどを行っています。コックピットを再現するためキャノピーをエッチング層などで切除します。アプローチしづらいところはデザインナイフの背の部分やタガネを使ったりします。切除後ナイフや木先などを使って開口部分を拡大します。HGUC 版コアファイター付属のランディングギアを使ってシートを製作します。後輪内側をやすって平らにした後左右のパーツを接着します。ヤスリ、木下げなどで形状修正します。コックピット内に収まるよう調整します。この後プラ材でコンソールを再現しました。パイロットを製作します。コアブースターのランナーから気合の一刀彫りでパイロットを製作。デザインナイフで彫り込んでいくのですが、小せえ、見えねえ。そんなあなたに、今巷で話題沸騰中、ついに日本上陸。これさえあれば老眼なんて怖くない。あんなに見えづらかったコクピットも、この通り。 LED ヘッドライト標準装備なので、たとえ電気を止められても猛満体。この機会をお見逃しなく。けど正直デカすぎるんで拡大鏡を縮小したいと思う今日この頃。新兵器の力を借りつつ掘り込んでいきます。コックピットに着座できるかを確認。キャノピーが問題なく取り付けできれば完了です。レイジーチャレンジと唐突に始まりました新コーナー、名付けてレイジーチャレンジ。いきなりキャノピーのパーツが出てきて、はっとなられた方もいらっしゃるかと思います。実はここをどうするかをずっと考えながらゴロゴロしていたり、動画を見たりゴロゴロしたりゴロゴロしたりしているうちに時間だけが過ぎてしまい、その結果今日まで動画の更新が遅れてしまいました。それはさておき、実作業では塩ビ板のヒートプレスや樹脂による複製など実際に制作してみたのですが、どれも初めての挑戦でとても使える代物ではないという結果に。というわけで真の新兵器を導入しました。そう、3D プリンターを導入しました。これにより何でも願うだけでこの世のもの全てを作り出すことが可能になるという、まさに人類の英知が生み出し究極の人工シェンロン。7つの玉を探しに行く必要がないなんて本当にいい時代になったもんだ。しかし私の入手したものは不良品らしく、いくら呼びかけても無反応。調べた結果、どうやら製作するパーツのデータを入れる必要があるらしい。
というわけで、レイジーチャレンジナンバーワン、未経験ノースキル中年の 3D データ制作、いきなりの完成。いずれ企画としてやろうと思ってます。全くの素人、ノウハウも経験もゼロなので、試作しては作り直し、再度試作の繰り返し。正直に申しまして、たったこれだけのデータを作るのにえらい時間がかかりました。しかも QKIT と HGUC 版の両方に使えるように作りたかったので、さらに大変でした。やらかしちゃったね。データの制作にお金がかかる理由が少し分かった気がします。やっとの思いで完成したのがこちらというわけです。本体バーニアノズルの追加工作を行います。本体エンジンカウル、バーニアノズルの1気目穴を3ミリに拡大します。ノズル側中心にも同様に3ミリの穴を開けます。そこに3ミリの丸棒を接着します。すべてのノズルが問題なく脱着できるか確認して完了です。今回の一番の売りになるポイントとして、ノーマル版とディテールアップ版とのコンバージョン仕様にしてみようと思います。こういう遊びができるのも模型の楽しみ方の一つだと思います。今回はコトブキアのバーニアノズル2のピン径2ミリのものを使用しました。サイズ的にもオリジナルとそれほど変わらず、違和感も少ないと思います。ゴッドハンドのスピンブレードの3ミリ径を使って、底面を平らにしつつ拡大します。ピンバイスの3ミリ径で貫通させないよう気をつけて拡大してもいいでしょう。拡大後、3ミリ丸棒を接着します。しっかりと垂直が出ているか気をつけながら、流し込み接着剤で接着します。曲がっている場合は乾燥前に修正しておきます。このままだと少し味気ないので、バーニア基部にディテールを追加します。ウェーブのユーバーニアフラット1の6ミリ径を使います。まず中央に1ミリの穴を開けます。2ミリ、3ミリと拡大していくことで、パーツの破損のリスク、中心がずれるのを防ぎます。ノズルの丸棒を通して本体とノズルの間に装着します。何もない場合と比較するとこんな感じです。全体のバランスを確認、問題なければ完了です。続いてメインスラスターの加工を行います。コンバージョンの前後での差別化を兼ねて、センチネル版を参考にシルエットや衣装をイメージする方向で回収してみました。こちらも当然コンバージョン可能で、ノーマルにすることもできます。ジャンクパーツの中から MG のバーニアノズルを2つ組み合わせました。初代 MG ガンダムと何か別の MG のものの組み合わせですが、コアブースターのノズルの内径より小さければこれでなくても問題ありません。2つを反対向きで接着、 K の小さい方がブースター側になります。流用するパーツの形状次第で加工の必要が生じることもあります。今回はノズル取り付け器具が邪魔なので切除しました。オリジナルと同様にノズル中央に3ミリの穴を開けます。その後3ミリ丸棒を通して接着します。しっかりと垂直が出ているか確認します。問題なく脱着できれば OK です。さらに今回は2段階に変化できるようスペーサーを製作、お好みでの選択式にしました。本体ノズルと追加ノズルの間にスペーサーをかませることで、さらに1段追加ノズルを機体後方に突出させることができるようになります。追加ノズルにディテールを追加します。 1.5 ミリのスプリングを円状に接着、2つのノズルの間に挟み込んで接着します。
1.2 ミリプラ材で固定用ステイの台座モールドを製作、接着しました。 0.5 ミリ真鍮線で固定用ステイを製作、筋彫りでディテールを追加、ノズルの縁を薄く削り込んであります。今回はここまでとなります。次回完結編をお楽しみに。君は作り切ることができるか。